くすみもによって描かれた、王将君王将君は、郷土の古漢や前雨、またかぶる岩か前雨の時代の足。西洋王、忌み川穂柱、または、ジ王将君。進む、柴明の引きにより王明君、明妃とも言う。日本では、通常、王将君と呼ばれるが、地元では単に、将君と呼ばれている。慶州南軍旗出身で、八義妃、聖 天然味と並ぶ古代中国時代美人の一人に数えられる。前漢の元御門の時代、郷土の古漢や前武が入朝し、漢の婿となることを求めたところ、救助の中から王将君が選ばれた。王将君は古漢や前武の妻として、ネイコ足と号し、一段糸里氏、木馬氏を設けた。糸里氏、木馬氏は右実地区王となった。その後、古漢や前武が死亡したため、 当時の郷土の習慣に習い、義理の息子にあたる、またぶるいはカゼン湯の妻になって、事情を設けた。この裁下について、ご勘書は、王将君は帰国の求めがあったが、全漢の制定は、十古族と命じたと伝える。後世有名になった似顔絵師への賄賂の話は、西京雑記に初めて見え、同志の話が、世説信号、剣姫編に見える。それによると、 救助たちはそれぞれ自分の似顔絵を美しく描いてもらうため、似顔絵師に賄賂を送っていたが、王将君はただ一人賄賂を送らなかったため、似顔絵師は王将君の似顔絵をわざと醜く描き、それゆえ、王将君は絶世の美女でありながら、元見角の目に留まることがなかった。折しも郷土の王が、元見角の宮殿を訪れ、元見角の所有する救助の一人を嫁に所望した際、 原点は救助たちの似顔絵を見て、最も醜い女を郷土へ送ることにした。その結果、王将君が郷土への嫁として選ばれたが、皇帝に別れを告げるための式で、王将君を初めて見た元とみは、王将君の美しさに行転した。しかし、この段階になって王将君を郷土へ送る約束を撤回すれば、郷土との関係が悪化することは明らかだったため撤回はできず。 限帝は悔しがりながらもしぶしぶ、王将君を郷土へ送り出した。その後の調査で、救助たちから多額の賄賂を取り立てていた似顔絵師の不正が発覚したため、限帝は似顔絵師を残首の上、捨てる死に処した。当時の有名な似顔絵師であった、もう演じもこの事件で死刑になったという。しかし、これには疑問が多い。郷土は、当時の男にとって、 唯一の対等国で最も重要な外交相手であり、その相手に対してあえて醜い女を渡すといったプレイをするとは考えにくい。逆に、五感所や、ことみさおは、高級に入ったものの数年間天使の寵愛を受けることがなかったことを恨み自ら志願したと伝える。また、ことみさおは、全部との間に生まれた実子と結婚することを拒否して、 服読自殺したとする説を伝えるが、郷土においても実施に再化することはないのであり、五漢書はこの説を採用していない。これらの話は、五古十六国時代、南北朝時代に、戦費に支配されていた漢族たちが自分たちの境遇を託したものではないかと考えられる。様々に殉職された王将君の物語は、王朝と異民族との狭間で犠牲となり、文化、 習俗、言語の異なる災害の地で進化した、発酵の美女として好んで題材にされ、新代の、王名君示、元の馬知縁の雑劇、関宮脇などに作品化された。日本では、今弱物語集に、巻、第十代以後に、関前帝合、王昇君両国国語として取り上げられている。和漢の欧集に、大江や札名が、王将君を歌った漢詩が見え、 ご衆岩歌集には赤染衛門が王将君を歌った和歌を載せる。源氏物語においても妻の牧において友綱を引用した上で触れられている。王将君はしばしば馬上に琵琶を抱いた姿で絵に描かれるが、感情などには王将君が琵琶を弾いたことは見えない。精神の風言、琵琶符に、宇尊公主のために琵琶を作ったという頃の説が見えており、それが、 王将君の話にすり替わったものらしい。王将君の墓、青塚王将君の墓の位置は数箇所以上が伝えられるが、通り天巻179州軍、全府金が上に記される、現在の内モンゴル自治区の夫婦ほと市にあるものが有名である。両母の周囲には王将君の距離の家を再現した建物や庭園が整備され、また敷地内には、 郷土博物館などがあり、観光スポットとして人気が高い。王将君の墓は、生徒以降、青塚と呼ばれ、李白は、生きては黄門を乏しき曲げてずがせられ、死しては青塚を止めて筆頭して、アーカシム東大、徒歩は、一度紫大を去りて、咲く清しつらなり、一人青塚を止めて、黄昏に無霧と呼んだ。白、巨衣や長羅は青塚を次第とする作品をなし、かくて、 王将君母を表現する固有名詞となった。遁光発見のペリオ将来、王将君変文にも、噴光数尺号、青塚の表現が見え、青塚の表現が広く、一般に定着していたことが知れる。青塚の名は、太平寒武期巻38新武軍、金河県上に、青塚、県の西北にあり、関の王将君、これに葬らる。その上、僧の色、 常に青く、故に青塚といわくふ。とあり、またかん、三洋線、ことみ古中白草王木も、この塚一人青し。とあるように、一面の白砂地路草のこ地に、王将君の墓所のみ青草が追い茂ることに由来し、この伝説は、王将君の根泊の再生復活をその青草に、期待し、願望したものである。古間屋は、兄の死と対立し、 すでに漢の客信となっていた。しかも、漢が死の戦いで死を打ったことから、その力関係は漢が優位であった。そのため、公主ではなく救助が与えられたと考えられる。漢女、元定期、郷土伝した漢女、郷土伝した漢女、郷土伝した漢族は、父の最小を息子が目取ることを実母との近親相姦に匹敵する、不道徳とみなす。 道徳文化がある。松浦智久、監視の辞典、大衆館、書店、1999年、ピアニッシモ、498から499、金岡照光、頓光の絵物語、東宝書店、1981年。ただしこの一文は、後世になって新たに生まれた伝説を、 信頼になって書き加えたものである。赤い逸久、投資に見える、青塚をめぐって、国学院、雑誌86から11、1985年、P221。ありがとうございます。